Where's my kiss at? Hold up, it's been a day, where have you been? Chilling with some friends on the West End. She said, I saw you in a story with that one chick. You know, the one you got drunk with. When we started dating, you were being reckless. Look, babe, it's not what you think. She pulls away and pours another drink. Yeah, yeah.ジュンブルージャパンツアー2023-24ビッグドローム内2000スケーラムカップ2023で開会式を始めたいと思います。おはようございます。僕が記憶している中でスケーラムでプロツアーの試合をしたことがない、もう初めてのプロ戦をここスケーラムでできると思います。来月には PWA もありますが、スカイウィンドジャパンの小野口様からちょっとご挨拶を頂戴いたします。スカイウィンドジャパンの小野口です。普段はドローンでナショナルチーム各、50種類ぐらいの競技の解析をやったりとか、今回そういうことをやってる観点から、エクストリーム系の競技にスポンサーとしたいという会社が、僕のことにちょっと何社か来まして、ピックアップするという形で、いつも通りなんですが、変更点が、2つぐらいありますので、まずスタートのシーケンスなんですけど、いつもスタートシーケンスが青い旗になってきますけど、今回は緑の旗。中井プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、中井忠則です。スポンサーは福沢クリニック、タブ、S2 マウイ、エフポットフィン、全ニュートリション、ファンズアスリートクラブ、ブルーピーター、ミスティックです。レースの成立数が特別にすごい高いから、見に来た人にもレースをお届けすることができるっていうのはすごい魅力だと思うし、今までベテランがすごい頑張ってきて引っ張ってきたんだけど、急にすごい若い人たちが活躍できるような世代交代を感じちゃう。おじさん側だから現状そんな感じかな。もう僕自身結構超えるに関しては課題がすごいあるんで、その毎回大会人と接するにあたって、そこで初めてこう気づくこともあって、だから毎回大会で伸びしろを探してるような感じですね。で PWA はエントリーします？エントリーはまだしません。明日吹くんで、僕はフィンの方が得意なんで、ここでガツンといければいいと思ってます。はい、続きまして、穴山プロに来ていただきました。 JPN311 穴山美代です。スポンサーは FMX レーシング、 S2 マウイ、ブルノッティ、スミス、カリフォルニアスポーツです。風が弱い時に今までレースがちょっとできてなかった時もあったと思うんですけど、そういう時もやっぱホイールでは走るようになるので、今までできなかったような雰囲気でもちょっとレースができるようになったっていうところがまずいいところだと思います。あとはちょっと出てこれなかった、その今IQ フォイルとかそういうオリンピック系目指す選手もこう出やすくなったりとかしたので、そういう意味で少し変革というか変わって新しいこう要素が加わったところがいいところかなと思いますね。で今回2戦目、ワールドカップもすぐに近づいてますけど、今その道具に対して準備とか練習とかそういうのはどういうふうにしてますか？私はちょっとその弱い風があんまりやってこなかったっていうか、練習の中であんまりそうですねやってこなかったので、弱いところを、三浦は弱い時もあるのですごく、 PWA もまあ弱い時もやるので、そこをちょっと私は今は頑張って強化してるっていう感じですかね。あんまりその人たちが来るからこうするっていうのは難しい、作戦立てにくいというか、自分がそのまずいい状態にならないといけないので、まずそこですかね。応援ありがとうございます。これからも頑張ります。はい、それでは大西選手に来ていただきました。はい、大西藤子です。セールナンバー94です。所属はフューチャーフライト、ポイントセブンと株式会社ホマリ電池です。はい、ミックススラロームの魅力を。ミックススラロームはホイールとフィン両方使えるんで、風が弱かったりちょっとガスティーな雰囲気でも7ノットくらいからレースができるんで、レース雰囲気の幅が広がってすごいいいと思います。岡山の時はちょっとセールとかもらったばっかりでシューティング間に合わなかったんで、いつも乗り慣れてる IQ ホイールに乗ったんですけど、今回はだいぶ全サイズ乗り慣れてきたんで、特に明日すごいいい風吹くんで楽しみにしてます。はい、ワールドカップは世界からトップ選手がいっぱい来るんで、その中で今年は入賞を目指して頑張りたいと思います。はい、ウィンドサーフィンはすごい幅広い年齢で誰でもできる、すごい自然の風を使ったスポーツなんで、とても楽しいんで皆さんぜひやってみてください。
それでは穴見健太選手に来てもらいましたので、 JPN6 の穴見健太です。スポンサーはフューチャーフライポイント7やらせてもらってます。そうですね、まず僕はミクスラロームになる前はもう IQ メインでこういうのやってたので、まあ、まずはスラロームのちっちゃい道具たちになれるっていうところからまず重視していくんですけど、まあ、かなりもう IQ やってる3年間のうちにスラロームがかなり進化してて、まあ、ちょっとマストの角度だったりとかちょっといろいろ大変だったんですけど、まあ、ギリギリ合わせれてこれたので、そこら辺を中心してやってましたね。そうですね、まあ、去年はすごいあの爆風でフィン乗るくらい爆風だったので、まあ、フィンも若干練習しながら、まあ、ホイールをメインでやってるんですけど、まあ、去年は僕の得意な雰囲気でルーザースファイナルまで上がることができたので、まあ、去年の雰囲気をそのまんまもう一回今年もルーザースファイナルに行けるように練習してます。あとその外人選手と走る時のその感覚ってどうですか？そうですね、僕は基本的に大会の時はなんか緊張しない人なんです。まああんまり緊張はしないんですけど、やっぱり外人選手さんルーザースファイナルに行った時はもう全然雰囲気がいつもと雰囲気が違って、まあ、緊張は僕はしなかったんですけど、ちょっとその圧に押されて怖がってたところがありました。今後、多分、自分日本一目指してるので応援よろしくお願いします。また浜で多分あの葉山とか津久井浜とかにも結構いるので、もしよかったら話しかけてもらえるとありがたいです。応援よろしくお願いします。はい、はい、次は田島選手に来ていただきました。JPN75 田島渉です。所属は、スターボードジャパン、セバンセール、スターボードホイール、リバティ、ライフラボ、8号クラブ、アミノバルタです。そうですね、ミックススラロームの魅力はやっぱり僕はそのホイールのアドバンテージがあるんで、今までフィンだとこう戦えなかったトップ選手と互角にホイールで戦えて、もっとこう若手とかの選手にチャンスが来る大会だなと思ってます。 Okay, I'm really happy about Mixalum because we have an advantage of being in a foil with a fin, and some of the competitors didn't have a chance beating the good guys in the fin. So I'm really excited because I'm one of them that is good in foil but not in fin. And we were yeah. そうですね、この間の和歌山ではライトウィンドを意識しすぎて一番大きい羽を最大の750通してしまって、その中風からの風のコンディションがやっぱ慣れてなかったので、その羽ではなんで、今回はそこをカバーするためにどうやってその大きな羽で真ん中のサイズの羽に近づけるぐらいのスピードが出せるかっていうのをチューニング考えてきたので楽しみです。自分のイメージは去年はもうそのミックス初めてですごい緊張しちゃって、まあ、自分のやりたいようなレース全くできずに終わってしまったんで、今回はもう十分準備できてると思ってるので、どんどんトップ選手に食らいついてどこまでこう倒せていけるかっていうのがすごい楽しみなので、とにかくもう1日目からどんどんチャレンジしてアグレッシブに行こうと思ってます。はい、まあ、僕とかだとやっぱ他のスポーツやってきた中でちょっと運動神経が欠けてるかなってところがあったんですけど、ウィンドサーフィンはそんな関係なくもう誰でもこうすぐ乗れちゃうし、そこから上達するのも練習いっぱいして僕はここまで上がってこれたんで、そういうところですかね。いや、わかんないです。はい、それでは鈴木選手に来ていただきましたので、はい、JPN61 鈴木彩子です。スポンサーは GSL タブーボード、ミスティック ST 鎌倉、ストリームトレール、アートフィールド、8号クラブです。そうですね、まだなんか新しい競技ではありますけど、日本だとまだ、この間和歌山で開催されたばっかりで、私も初めてミックスやってみたんですけど、まあ、自分の中でもまだまだ手探りなところが多いので、まあ、どの選手も今どういう組み合わせが無限にあるので、まあ、どの組み合わせで来るかっていうのがすごいまだせめぎ合いかなとは思ってます。ホイリングのまあスピードも楽しいのと、やっぱりフィンのスピードがどちらが勝つのかっていうところが魅力の一つじゃないかなと思ってます。まあ、和歌山のとか時は全然もうレース後ろから眺めるぐらいトップ集団についていけなかったので、そこから一応頑張って津久井浜で中心でずっと練習してきたんですけど、まあ、やっとそこで、まあ、強風の中とアンダーとの道具の組み合わせが決まってきたので、まあ、ちょっとなんとかみんなに食らいついていけたいなと思ってます。まあ、正直まだ自分のレベルがすごくその世界で戦っていけるレベルには全然追いついてないところもあるんですけど、まあ、やっぱり動画で見てるあの世界の選手たちと、まあ、生で一緒に戦えるっていうのも楽しみなところでもありますし、まあ、自分のできる力を出し切りたいと思ってます。コロナの前は結構 TW は回っていて、まあ、シングルのランキングを取ってましたが、はい、その頃の選手と今の選手にちょっと変わったりって思うんですけど、その感じはどうですかね？そうですね、もう本当に世代がもう完全に変わって、
今私が出てた時に一緒に出てる選手っていうのはもう本当に、まあ、今世界チャンピオンのマリオ・モーテホンだったりデルフィンだったりっていう多分この2人ぐらいしかいなくて、あとはもうみんな本当若い選手になっています。まあ、それぐらいやっぱりかなり技術的にも難しい競技なのかなと思いますけど、だんだんみんな同世代はほぼいなくなってますねそうですね、もうウィンドサーフィン長くずっと続けてますけど、もう本当にやってもやっても飽きないし、もう毎回毎回コンディションも違うので、もうまだまだスピードとかももっともっと速くなりたいっていうのですごい面白いと思います。見るだけでも多分楽しい競技だと思いますので、ぜひ皆さん、ウィンドサーフィンの大会見に来てください。佐伯選手に来ていただきました。JPN71 番佐伯かなです。所属はスムーシーズニルプライドJP マキシムファンタスイートクラブです。やっぱホイールになるとレースできる雰囲気が広がるんで、レースいっぱいこなせるところが魅力かなって思います。前回が結構ちょっと結果がボロボロだったんで、今回は自分がいつも練習してるのが鎌倉で、三浦は結構近かったんで、来れる時は三浦に来て練習してました。やっぱ世界のトップ選手と走れることってあんまないんで、まあ、今自分が持ってる力出し切って速い選手からいろんなものを吸収してもっと速くなれるように頑張りたいと思います。大学生になって、はい、その生活パターンが変わったって聞いたんですけど、はい、どうですか？やっぱ今1年生なんで平日は全部授業入っちゃって、高校生の時に比べて練習時間がだいぶ減っちゃってるんで、その少ない練習時間でいかにレベルアップできるかっていう頑張ってます、はい、インドサーフィンはスピードが出せるものって基本的にエンジンとかついてると思うんですけど、自然の力だけでスピード出せるのが魅力だと思ってます。佐伯選手でした。ありがとうございました。頑張ってください。生駒選手に来ていただきました。生駒大輔です。セールナンバー JPN21、 スポンサーはセブンシーズニールプライド JP ニールプライドホイールでブレイクアウトオーバーボードパワーライフスタジオ福沢クリニック、今年から JWA 採用して戦ってるんですけど、やっぱりフィン VS ホイールっていう今までにないレース展開をしてて、でなかなかまだ日本でねそこの戦いはできてないんですけど、明日、まあ、コンディション的にもしかしたらそうなる可能性もあるんですけど、昔からやってる選手はフィンの方が得意であったりするところを、まあ、実際僕もそうなんですけど、明日も吹いてもホイールで戦います。和歌山終わってからなかなかちょっと練習できる時間があんまなかったんですけど、やっぱだけ乗れる時にあの時ああだったこうだったって思い返して、で今度はチューニングを、まあ、あれ試してこれ試してっていうちょっと少ない回数でしたけど、まあ、今回に向けて、調整してきたつもりなので、前回不甲斐なさすぎたので、まあ、今回は挽回できるようにできると思います、はい、ワールドカップに向けては世界の選手のそこの多分日本人足りないのは情報なところも結構多いと思うので、そこしっかりと吸収してみて、でその場で対応していくぐらいの感じ で一つでも勝ち上がり、一つでも順位上げてやっていきたいなと思います。そうですね、やっぱウィンドサーフィン、やっぱ、まあ、フィンと今ホイールっていう形にはなってるんですけど、やっぱフィンはフィンで、やっぱ、まあ、昔ながらっていうのもなんかあれですけど、すごい水の上を走ってる感じ、やっぱそこはすごい魅力的なことだと思うし、ホイールに関してはやっぱ水の上は今度は違う感覚、浮いて走ってるっていう感覚になるんで、まあ、両方すごい魅力あるスポーツだと思いますので、まあ、皆さんもぜひ、まあ、ホイールなりフィンなりチャレンジしてどんどんやってもらいたいなと思います。それでは石井選手に来ていただきました。セールナンバー774の石井由香です。セブンシーズ、ニールプライド、スターボード、マグレブ所属です。風がフィンの時にはできなかったミニマムのコンディションであってもレースができたりするんで、よりたくさんレースができるので、やってても来ても楽しいですし、見てる人たちも、まあ、まだやってないですけどフィンとホイールの戦いになったりするとより面白いと思います。いやそんな正直そんな1ヶ月であんまり練習できてないんですけど、まあ、ちょっと強風強いコンディションであってもある程度ちょっと今回はホイールで挑戦してみようかなと思い、強風コンディションもここに来て練習させていただきました。ワールドカップは、はい、エントリーします。はい、まあまあ、何ができるわけじゃないんですけど楽しめたらなと思います。もうウィンドサーフィンに取り憑かれてしまうと風が気になって、まあ、風が吹いてる日は海に行きたいな、海で遊びたいな、楽しみたいなと思います。ここに来ればね、出会える友達もい
るし、約束してなくても会える人もたくさんいたりするのもいい魅力かなと思います。それでは金上選手に来ていただきました。セールナンバー JPN16 セバーンスターボードホイール7シーズン明治学院大学所属の金上壮太です。まあ、そうですね、ホイールが入ってきたことによってより不安定な感じで整列できるので、もうここ最近では N 切ってキャンセルの旗を見なくなったっていうのがすごく印象的で、やっぱりレースがたくさんできるに越したことはないので、そこが一番の魅力かなと思ってました。そうですね、まあ、和歌山の結果がまあ結構最低だったので、自分が何がダメだったのかちゃんともう一回見つめ直してできる対策をやってきたかなと思います。去年チャンスをつかみ損ねて悔しい思いをしてきたので、まずは気持ちの面で負けないようにしっかり攻め切った走りができたらいいなと思います。で、今大学3年生、その練習と学業とのバランスは今どうでしょうか？今本当に練習全然してなくて、結構学校とかその他のところが忙しいんで、まあ、正直周りのプロ選手と比べたらまあ一番練習してないんじゃないかなぐらいの感じなんですけど、それはまあ高校生の時とかも一緒で、やっぱり練習できない中でどうするかっていうのは自分は結構突き詰めてきてる方だと思うんで、まあ、その中で結果を出していきたいなって。そうですね、まあ、僕はウィンドサイン16年やってるんですけど、本当に一つのことを10年以上続けられるっていうのはやっぱりそのスポーツ自体の魅力だと思ってるんで、まあ、僕の中ではやっぱたくさんのいろんな人に出会えるし、まあ、いろんなことを、まあ、ウィンドサーフィン楽しみ方いろいろあるんで、いろんなことを突き詰めていくっていうところが今一番の魅力だと思ってるんで、ぜひ皆さんこれからもウィンドを楽しんでいきましょう。